おはようございます。よく眠れたかい？どうしてカズマが？まさか寝ている私に何かしたのではありませんよね？おい、俺が何かするようなやつだと思うのか？今まで何もなかったんだぞ。そうですね、ちょっと混乱して。カズマはこんな時何かをしてくるような人ではないですもんね。当然だ。そもそもお前の母ちゃんに鍵をかけられて閉じ込められてるんだぞ。まったくあの人は。でも本当に何もしてくれないのですか？せっかく二人きりなのに。あれ、何かしてもいいのか？やはりモテ期が？バーカー！せっかく二人きりなのに何もしないわけがないだろう！こっちは親御さんの許可までもらってるんだぞ！そんなことだろうと思いましたよ！今日はユイヤの家に泊めてもらいます！あ、くそ！釜かけやがったな！聖獣シスベーシ！ここは我らコーマ族の天敵が封印されている謎施設です。すごいでしょう。外から見ただけじゃすごいかどうか全然わからん。ねえめぐみ、他にもすごいものが眠ってる場所はないのかしら？前は邪神が封印された墓や名もなき女神が封印された土地があったのですが、いろいろあって封印が解けてしまったのですよ。お前んとこの封印ざるじゃねえか。このすば。さて次の場所へ行きますよ。こんにちは。おや、めぐみ帰ってきてたのかい。ということはそこの人たちは里の外から。我が名はチェケラ、アークウィザードにして上級魔法を操る者、コーマ族随一の服屋の店主。この里の人たちは名乗らないと何かの病気にでもなってしまうのだろうか。ところで実は今着ているローブの替えが欲しくてですね。これと同じものを全部ください。全部？あのめぐみんが随分とブルジョアに。ねえねえカズマ、こっちに面白そうなものがあるわよ。お、なんだアークは？ってこれ、どう見てもライフルなんですけど。それはうちに代々伝わる由緒正しい物干し竿ですよ。錆びたりしないし重宝しているんです。ライフルを物干し竿に。この里どうなってんの？おっと、もうそろそろ時間ですね。次はとっておきの場所に案内してあげます。ふん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 。ようこそ我が魔法学園レッドプリズムへ。ようこそ。どうしてユンユンが？昨日泊まりに行ったらボッチが寂しそうにしていたので誘っておいたのです。これめぐみたちの制服かわいいわね。由緒ある魔法学園を案内するのですから清掃に着替えて当然なのです。懐かしくなってお前が着たくなっただけだろ。カズマは学校のことになると途端に辛辣よね。馴染めなかった古傷が痛むのよね。おい、やめろ！プライバシーの侵害だぞ。ん？マガナはアルエ、コーマ族随一の発育にしてやがて作家を目指す者。マガナはフニフラ、コーマ族随一の弟思いにしてブラコンと呼ばれし者。マガナはドドンコ、コーマ族随一の随一のなんだっけ。アルエ、それにドドンコとフニクラ。フニフラよ、わざとね、わざと間違ってるんでしょ。ねえねえめぐみ、この人たち誰？魔法学園時代の同級生たちですよ。おかえり、無事戻れたようで何よりだよアルエ。
っかり信じてしまう人が出るので、あんな手紙はやめてくださいね。ちょっとどうしてみんなで私の方を見るの？メインストーリーはメインクエストを進めると解放されます。冒険の軌跡をご覧になりますか？ところで、ユンユンは里の外でうまくやっているのかい？ユンユンはピンチの私たちを助けてくれたことがあるわ。ビカビカ光る剣みたいな魔法でモンスターをやっつけてくれたの。それってライトオブセイバー？上級魔法よね。あれ？ユンユンって中級魔法使いじゃなかった？もうその話はいいから。中級魔法使い？高魔族なのに？ちょっといいか？ユンユンのことなんだけどさ。さっきの話ですか？ああ、高魔族って上級魔法を使うチート集団だと思ってたから、ユンユンが最初は中級魔法使いだったって聞いて意外でさ。実はそれには事情があるのです。私は学生の頃、爆裂魔法を覚えるためにスキルポイントを大事に大事に貯めていました。ある時、米子が凶暴なモンスターに襲われて、ユンユンがとっさに中級魔法を取得して米子を助けてくれたのです。本当は上級魔法を取得するために貯めていたはずの自分のポイントを使って。それってメグミンが爆裂魔法を習得できるようにかばってくれたってことか？別に頼んだわけではないのですけどね。ま、今じゃメグミンよりも一級の魔法使いなわけだし、結果オーライよね。そうだな。って何の音だ？魔王軍め、私の目が黒いうちはここは倒産。なんだこの女は、一体何がしたいんだ？シルビア様、こいつの目的が分かりません。お下がりを。なんて邪魔な女だ。助けを呼びに行くわけでもなく、強力な攻撃をするわけでもない。言っておくが、私に生半可な攻撃は通じないぞ。幹部の名に恥じぬ卑劣な攻撃を仕掛けてこい。ダクネス、よく持ちこたえた。里の人たちを呼んできたぞ。カズマ、もう来てしまったのか。せめて魔王軍にもう少しいたぶられてから来てくれた方が。お前はちょっと黙ろうか。せっかくの活躍が台無しだからな。そう、仲間が来るまでの時間稼ぎだったのね。ここまで耐えた防御力からしてかなり高レベルのはずだけど、攻撃を当てなかったのも演技だったのかしら。バレてしまっては仕方がないかな。シルビアとか言ったな。そこにいるクルセイダーは魔王軍幹部バニルと渡り合った猛者だ。バニルですって？アクセルの町に行ったきり帰ってこないって聞いたけど、まさかあなたたちが？そう、このメグミンがとどめを刺した。あのバニル様を。それだけじゃない。ジュラハンのベルディア、デッドリーポイズンスライムのハンス、果ては機動要塞デストロイヤーに至るまで俺たち4人が討ち取らせてもらった。カズマさんったらまた見え張っちゃって。見たところあなたがそのパーティーのリーダーね。名前を教えてくれないかしら。名前？相手は魔王軍だ。
ここは安全策を。俺の名は三剣。三剣京也だ、覚えておけ。この男、土壇場でへたれましたよ。あなたが魔剣使いの三剣、こんな強力なパーティーに出くわすなんて。ここでお前を倒しても高魔族の力を借りたみたいですっきりしないな。感謝するわ三剣、また会いましょう。その時こそ決着を。撤退。思わず言ってしまったが、偽名はまずかったかな。今度三剣にシュワシュワでも奢ってやろう。おはよう。よく眠れたか。キャッ。お、は、よ。どうして人の手を握っているんですか。とうとう超えちゃいけない一線を超えちゃいましたか。バーカ、寒くて思わず手を握っちゃったんだよ。そもそもこの状況はお前の母ちゃんのせいだからな。みんなを眠らせてこの部屋に俺とお前を閉じ込めたんだぞ。好きでこんなことしてるわけじゃない。そうなのですか。いらぬ誤解をしてしまいました。ごめんなさい。おういいってことよ。キャラエピソードとこのスバストーリーはキャラとの絆を深めると解放されます。そろそろ俺にお礼の一つも言ってくれていいくらいだぞ。いつもお前らの尻拭いばかりしてるんだし。お礼ですか。そうですね。あの時、アクセルの街で路頭に迷いかけていた、爆裂魔法しか使えない手のかかる魔法使いを拾ってくれて、ありがとう。魔法を使った後、いつも背負って帰ってくれて、ありがとう。迷惑をかけているのに、パーティーに残らせてくれて、ありがとう。お礼を言っただけですよ。自分でお礼を言えと言っといて、何を照れているんですか？おう、まあ俺もなんだかんだ言いながらお前らにも助けられてるからな。お前ら風に言うと、我が名は佐藤一馬。アクセル随一の最弱職にして厄介事ばかり巻き込まれるもの。やがて大金を手にし、お前らと面白おかしく暮らす予定のもの。今後ともよろしく頼むよ。こちらこそ、今後ともよろしくです。なんだかいい雰囲気だ。めぐみもまんざらでもないのか。やっぱり俺にモテ期が。魔王軍襲来、魔王軍襲来。すでに魔王軍の一部が里の内部に侵入した模様。ほーら、こんなもん。やらいいとこで邪魔しやがって。お前なんだこら、なぜだと思ってやがる。人様の迷惑考えるしばき回されてるか。ごめんなさい。違う、まさかここであなたに見つかるとはね。シルビアだったか。美女だからって手加減してもらえると思うなよ。この程度？ねえあなた、三剣じゃないわね。俺の名は佐藤一馬だ。名前を知られたらお前らに指名手配とかされそうだと思ったからだ。
傑作ね。我が名はシルビア、強化モンスター開発局局長にして自らの体に合成と改造を繰り返してきたもの。あなたのこと気に入ったわ。私と一つになりましょう。カズマ、うん、あの体勢、顔の横に胸が。最近の俺はどうしたんだろう。やはりモテ期到来なのだろうか。それとも俺の唯一の取り柄である高い幸運値が。ちょっと坊や、そんなに熱い息を吐きつけないで。体がほてっちゃうでしょ。あー、どうしよう。後ろから羽交い締めにされてるから、シルビアが動くたびに顔に巨乳が当たって幸せが。カズマ、今助けます。落ち着け、めぐみ。爆裂魔法では威力が強すぎてカズマごと吹き飛ぶぞ。そんな。私が行こう。今助けてやるぞ。お構いなく。え？シルビアさんは俺のこと気に入ったってよ。けど最近のお前らは俺に対して随分とおざなりな扱いしてくれちゃってるよな。素直ないい子ね。でもあんまりお嬢ちゃんたちをいじめちゃダメよ。女心ってものを分かってあげないとね。魔族のくせに随分と人間の女心が分かるものだな。だって私半分は男ですもの。今なんて。あら、聞こえなかった？私キメラだから。あなたの大好きなこの胸は後から合成してつけたの。シルビアさん、シルビアさん、俺のケツにも何か当たってるんですが。当ててんのよ。いやー、気を確かに。あれ、ここは。ここはコーマの里の地下格納庫よ。私の目的は古代の魔導兵器を探し出すことなの。えもう何もしないわよ。私が探しているのはね、魔術師殺し。いかなる魔法も無効化する、コーマ族にとって天敵となる最悪の兵器。やっと隠し場所へたどり着いたのに、この扉結界破りが効かない。魔法的な封印じゃないわ。何なのこれは。コマンド入力？あなた、この古代文字が読めるの？いや、これは有名な裏技をパスワードとして入力しろってことじゃないかと。トゥーフォー！あなたは私の想像以上の男だったみたいね。腐っても冒険者だ。簡単に口を割ると思うなよ。口を割らせるには脅しや暴力だけじゃないのよ。私の手札はサキュバス並み。さあ、この快楽にどこまで耐えられ。ウェイウェイしたした、左右、ほいほいほい。あなた、人としてそれでいいの？でも、これで兵器が手に入る？まずい。恐怖のあまり、コマンドを入れてしまった。カズマ！よかった、無事でしたか。シルビアはどこに？はは、もしかしてカズマさんがどうにか倒してくれてたり。ちょ、アクア、それフラグ！うわぁ！なんだ、地響きが！あれは、シルビアか。貴様、その姿は。言ったでしょ、私はグローキメラ。兵器だろうが何だろうが、体に取り込んで一体化する力を持っているの。我が名はシルビア。最強の力を手に入れたグローキメラのシルビアよ。メインストーリーはメインクエストを進めると解放されます。
冒険の軌跡をご覧になりますか？今まで散々コケにしてくれたお返しだよ！シルビア様だ！シルビア様が魔術師殺しを手に入れなさったんだ！シルビア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 ！まさか封印を解かれるとは。お客人、せっかく里に来ていただいている時にこのようなことになってすまない。すみません。僕なんです。封印解いたの。里が燃えていく。心が痛い。なあ、本当にどうにもなんないのか？魔術師殺しには隠された対抗手段がある。実は古来より誰も解読できない石碑があるのだが。かよ。よし、とにかくその石碑へ行くぞ。待ってください、米粉が心配です。そこへ行く前に米粉を。いや、メグミンはカズマたちをその石碑とやらへ案内するんだ。メグミンの家族は私が守る。それが騎士の役割だろ。米粉を頼みます。ねえ、勝手に盛り上がってるけど、私は危ないことしたくないんですけど。私の仕事は安全なところからの支援なんですけど。ダダをこねてないで一緒に来い。俺たちパーティーなんだろ。殺せば。もうすぐ着きますよ、バニルさん。私の知り合いの職人さんなら間違いありませんよ。何時がそんなに自信たっぷりに言うと不安になるがな。大丈夫ですよ。職人としての腕は確かな。この爆発音は。はい、里が燃えてる。エンセントディスペル。これは魔法封じの呪文。はっはー、魔法が使えない高魔族なんてちょろいもんだぜ。最高だわ、この魔術師殺し。高魔族は自らが作った兵器によって滅びるがいい。これで終わりよ。危ない、フニフラ、ドドンコ。ライトオブセイバー。何？そこまでよ、魔王軍幹部シルビア。ユンユン、バカ、なんで。友達を見捨てられないから。ユンユン、我が名はユンユン。アークウィザードにして上級魔法を操る者。高魔族随一の魔法の使い手にして、やがてこの里の長となる者。里を破壊するというのなら先に私を倒してみなさい。赤き瞳は決して邪悪を許しはしない。それが赤の宿命。可愛いわね。でもあなたみたいに本当に可愛くて若い子嫌いなのよ。先に始末してあげようかし。そこまでだ、シルビア。今度は何。時間稼ぎありがとな、ユンユン。シルビア、これはな、魔術師殺しを倒すための秘密兵器だ。あれはうちの物押し竿。石碑に書いてあったことは高魔族には秘密にしておこう。まさかまたあの博士が絡んでたとはな。魔術師殺しに対抗する兵器を残してくれたのはありがたいが、名前がレールガンカッコカリって、ほんと何考えてたんだか。シルビア、この戦い楽しかったぜ。さよならだ、狙撃。
おい、どうなってんだこれ。壊れてるんじゃないのか。どれ、私に見せてみろ。こういったものは叩けば大抵動くようになる。ちょっと、私が魔力充填したのにどういうこと。ねえあなたたち、どれだけ人をおちょくれば気が済むのかしら。もういいわ、魔術師殺しの力を見せてあげる。真打ち登場。我が名はメグミン。我は思考にして全能の支配者。その天なる力の高みより命ずる者なり。我の爆裂魔法で全てを怪人と化してみせましょう。メインストーリーはメインクエストを進めると解放されます。我が求めに応じ、その力を示せ！エクスプローチョン！うん？ねえ、物干し竿、なんかピコピコしてるよ。そうか！さっき不発だったのは、魔力がまだ足りてなかったからか。フルチャージ完了となれば。シルビア、俺の名前を覚えとけ。あの世に行ったら他の幹部たちによろしくだ。俺の名はサーク。ダーン。あれ、私これで終わり。我が名はコメッコ。コウマ族随一の魔性の妹。魔王軍幹部より強き者。佐藤カズマ。悲惨な戦いだったわ。私はもう二度と人を傷つけないと誓うわ。おい、本当にやめろよ、そういうフラグみたいなこと言うの。何ですかあれ。ここで終わらせてなるものか。私の人生を始める、その先に行く。危うく川のほとりで魂を持っていかれるところだったわ。でも残念ね、私はグローキメラのシルビア。この私をここまで追い詰めたあんたたちは絶対潰す。復活しやがった。やばいやばい。どー、ちょ、カズマ、私が魔力切れなのを忘れないでください。カースドクリスタルプリズン。バニル、なんでここに。ランジのアイデアを商品化するためこの里の職人に会いに来たのだが、我が身可愛さで魔術師殺しの封印を解き放ったか。うわ、見通す悪魔に隠し事はできない。しかし里がなくなってしまっては商売も不成立。いや、これは困った困った。ウィズにバニルですって。お久しぶりですシルビアさん。どうか一つここは穏便に。できるか、この裏切り者どもが。魔王軍に私が生存していることが知られてしまうのは大変面倒だな。ポンコツ天使、ここは共闘と行こう。ないわ、その程度の攻撃じゃあね。魔法が効きません。
物理攻撃も大して効かぬようだ。なんだよこの強さ、反則じゃないか。くそ、何か弱点は、隙はないのか。好きモテッキ。カズマ、あいつを倒す作戦でも思いついたのか。しょうがねえな。みんな聞いてくれ、このスバッ、どういうこと。攻撃が当たらなかったクルセイダーの動きが急に良くなって。そう、バニルね。プレッシング。カズマさんとの付き合いも長いけど、ほんと無茶するわね。ありったけ幸運値上げといてくれよ。なーに、大丈夫さ。俺には女神がついてるんだろ。頼んだぜ、相棒。任せて。私は里の皆さんの魔力を集めて、メグミンさんとユンユンさんにお届けすればいいんですね。ああ、ダクネスとバニルが時間を稼いでる間に頼む。最後はあの二人に託したからな。さて、ここからが本当の戦いだ。こんな頭のおかしい里でいたずらに時間を費やすのはここまでよ。はあ、私は魔王軍幹部として誇りを持って戦ってきた。だけど私を慕ってくれるのは部下のゴブリンたちだけ。そこに絆はあっても愛はない。死の淵で初めて気づいたの。私は狂おしいほどの恋がしたい。愛を手に入れなければ私の人生は輝かないのよ。バカ野郎、違うだろう。シルビア、お前は出会った時から輝いてただろう。私、こんなにストレートに怒られたの初めて。すっげえ。ギラハンの鎧とスライムの体を得たシルビアに物理攻撃は決め手にならない。その上、元から魔法耐性まである。隙はない。だから一か八か俺自身があいつの隙、弱点になる。大好き。めぐみ、ユンユン、あとは頼んだぞ。冒険の軌跡をご覧になりますか。メインストーリーはメインクエストを進めると解放されます。です、こんな分の悪い危険な賭け。私が上級魔法さえ覚えていれば他の手段も。めぐみ、カズマさんはめぐみんの爆裂魔法を信じてる。そうじゃなきゃこんな作戦立てないよ。めぐみんはもう爆裂魔法を信じてないの。二人で勝ちますよ、ユンユン。我が名はユンユン、コウマ族随一にして最高の魔法使い。我が名はメグミン、コウマ族随一にして最強の魔法使い。ユイユンのあの時、私に爆裂魔法への道を行かせてくれたから今日の私がいるのです。メグミンがいてくれたからライバルとして今日まで来れた。ライトオブセイバー、吹けよ嵐、響けよ爆炎。爆裂魔法はロマンなんです。どんな不可能も可能にする最強の魔法なんです。エクスプローション。
そんな魔法では私の人生は奪えない。行くのよ、私は先へ、未来へ。今だ、俺が、あいつの好き、弱点になる。シルビア、俺と一緒に行こうぜ。カズマ、私をもてあそんだので、でも好き。これが俺の無敵だ。俺の無敵は終わった。数日で復興できるというコーマの里を後にして、俺たちはアクセルの街での生活に戻っていた。なんだめぐみん、いつもの爆裂散歩に連れ出されたのかと思えば、俺に上級魔法スキル取得のボタンを押してくれって。どういう風の吹き回しだ。突然すみません。これからは足手まといにならない魔法使いになります。私が扱いやすい上級魔法を取得していれば、カズマがシルビアに捕まることも死ぬこともなかったはずなんです。だからロマンは卒業です。爆裂魔法は封印するんです。コーマ族随一の魔法の使い手、上級魔法を操る者。今後はこれでいくとします。上級魔法が使えるようになれば、ユンユンよりも潜在魔力が高い私の方が絶対にコーマ族随一ですから。ふぅ、アホだな。ほらよ。どうも。じゃあ帰りますか。なあめぐみ、ちょっと一発撃ってくれよ。あ、何を言っているのです。だって今日は一日一爆裂、まだやってないだろ。いいでしょう、私の最後の爆裂魔法、それはもうすごいのをお見せしようではないですか。さよなら、エクスプローション。これは爆裂魔法の威力向上しといたぞ。随一の魔法の使い手にして、いつか爆裂魔法を極めるもの。カズマカズマ、今日の爆裂魔法は120点。メインストーリーはメインクエストを進めると解放されます。冒険